こんにちは今日はロマンチストを実況していきたいと思いますはい一回エンディングたどり着いたんですが2週目始めていきたいと思いますいやーだいぶ考察しがいのあるゲームですよね正直まだ全然考えはまとまってないんですがとりあえずまあでもおっきく変わりそうな選択肢いくつかありましたからね気になりますやってみたいと思います 自分なりにでいいから答えは出したいのよね。いやでも多分、いやもともと本当に猫ちゃんだったのかなそれとも、もともと人間さんなのかしらでもそうよ、猫って言ってるからには猫なんだよね。いやー、わからないなー。かわいいんだけどね、最初やっぱ私は猫ちゃんが好きだよ。猫ちゃんが一番かわいい。遅くなったよーって。 何かを訴えかけるようなこのクリクリのおめめが超かわいい。うーん、ピクピクおひげもかわいい。ほら、これ好きだろ。うん、でも好きって言ってくれてたよね、人間の彼女もね。にゃー、かわいい、かわいいよ。とってもとってもかわいいよ。この姿でいてほしいっていうのは、私のエゴなんだよね。きっと彼女の話は、聞かずに仕事の話をとりあえずします。 そうそう仕事の話の続きなんだけどこれは見たね猫ちゃんが待ってるって言ってもいいと思うんだけどな幸せにだってよ俺は十分幸せだよお前と一緒に暮らせてうーん猫ちゃんはおとなしくお話を聞いてくれるこの時間が主人公にとってはとっても癒しだそうですうーんでも選択肢で成長は多分選ばないよねうーん なんか、ゲームを始める前にいくつかなんかサンプルの画像みたいのが見れるんですけど、ゲージ越しににっこりしてるサムネみたいのがあったんですよ。そのにっこりの画像を私は見れてないと思うんですよね。この時点では多分見れないのかな。うーん、なっちゃうもんね、人型に近づいちゃって。うーん、ひょっとしたらエンディング分岐で猫ちゃんに戻る分岐があるのかな。 うーん。自我があればあるほど暇だろうね。やっぱ一人の時間は。今日も話をしよう。うーん。俺はお前と話すのが何より楽しみなんだよ。前回多分どっちも話を聞いたと思うので、今日も自分の主人公の気持ちを一方的に伝えます。そうだ。いつもいつも気持ちは伝えてるけど、やっぱり言い足りないな。 日頃の感謝を含めて彼女が話を聞いてくれるうちに伝えよう。いつもいつも話聞いてくれてありがとうな。お前がそばにいてくれるから俺は毎日楽しいよ。うーん、そうね。もうなんか、前より多分、サクサクというか、本当に伝えて終わりましたね。彼女は一切話してないね。うーん、なんか、 不穏な感じの BGM。押さなきゃダメあこれこれこれ見てないのにっこり笑顔。あれ俺を覗き込んでみると、その場に彼女はいない。いや、正しくはいるが、戻っている。おーい、ただいま。話聞かなかったからかな。聞くだけなら猫ちゃんのままで問題ないもんね。おおかわいい 可愛いけど <laughs> パチクリ可愛いけど押さなきゃダメかな押さなきゃダメだろうなあ起きた寝てたのか今えー、寝顔可愛かったけどおいどうしたんだお話ししたいんじゃなかったのかお話ししたかったのはあなたよ猫ちゃんはそっか話聞いてあげなかったから戻ってもいいかなってなったのかなうーん 無言。<laughs> そうね。この黒猫ちゃんのままにゃーって言ったことすらないよね、確かね。まあ、そりゃそう、そりゃそうか。子猫が喋るわけないし。待ちくたびれちゃったのか。ごめん、ごめん。昨日みたいにはなってくれないのか問いかけるもん、彼女はじっと俺を見つめ返すだけ。求めてますね。これが正しい形なのだから、不自然ではないだろう。 少し残念に思いながらも猫缶を取り出す。腹空いたよな。ごめん。昨日のあれは夢だったのだろうか。大好きな彼女とお話できるなんて、と思ったが、神が与えてくれた機会だったのかもしれないな。深くは考えない。結局、あの、人型猫ちゃんのお話は聞けたんですかね、このルート。私は見て、お帰りぐらいしか見てない気がするけど、いつも通りの俺たちに戻っただけなのだから。 そうね。猫ちゃんはもともと猫ちゃんでした。人型になったのは神様の奇跡でしたっていう感じのエンディングで終わりのようですね。えー、っと、とりあえず今2回クリアしてるわけなんですけど、今回見てみたいなと思うのが最後の選択肢。あの、人になった猫ちゃんが私の話がわかるかって聞いてきて、わからないって答えたけど、 わかるって言って理解を示したら少し変わるのかなって。で、多分だけど、今までペットとして大事に飼ってた猫ちゃんを、なんか手放すとかどうとか言ってたから、だから家に、家から出て行っちゃうような感じなんじゃないかなと思ったんですよ。だから、あの、この猫ちゃんがお家に居続けるルートが多分あるんじゃないかなと思って今進めてますね。で、多分1日目の選択肢、あれ何だっけ1日目は。 うーん。あれ、あった気がしたけど、私気づかないうちに押したのか。<laughs> 多分すんなり終わったから、お話ししないルートを選んだのかな。うーんと、で、ここは、ちゃんとお話を聞いてあげないと、あのルートに行ってしまうので、猫ちゃんのお話を聞いてあげます。で,でも、可愛いよね。これ見上げてくれる感じの視線がね。 この状態なら愛せる。いや、女の子の姿でも愛せるけど、じゃあ今日は何をしてたんだを聞きましょう。多分これは前回聞けてないと思うんですよね。えー、っと、今日お前は何をしてたんだいつも聞けていないことだ。一人で退屈させているのは俺だし、文句があれば環境を改善させてやりたい。してたも何もないわ。私は何も持ってないの。退屈よ、とっても。 まあそうだよね。剣士の中に入れてるって言ってたもんね。ああ、ごめんな。もう少し暇つぶしのものがあった方がいいのかな。どうしよう。テレビでもつけてればいいか。やはり文句を言われてしまった。そうね。少しましかも。どういうわけだかわからないが、彼女は人号を返すようになった。愛してやまない彼女と話せるのは、夢にも見た俺の願望だ。夢を叶えてくれたとしたら、神様、本当にありがとう。 ああ、明日も仕事だ。で、多分、猫ちゃんは今日も人間でいてくれてると思うんですよね。信じてるぞ、猫ちゃん。さあ、彼女に餌をあげましょう。今日の猫ちゃんは美女でありますように。どうだろう。ちょっと、ああ、オッケーオッケーオッケー,オッケー。あら、お帰り。早かったのね。彼女の姿がまた変わっている。 今度はさらに一人限になく近くいや人間の彼女がそこにいる。さあお腹が空いたわって言うて猫缶をやめた方がいいか。うーん。ここは選択肢なかったんだっけ彼女は俺の知る彼女のはずだけど違和感があると。来ましたこの大胆な <laughs>、大胆な一枚絵。今日はお話ししてくれないのどうしてこんな私に嫌かしら。 いつもいつもあなたは話してたのに、私の話は聞いてくれないなんて、そんなこと。うーん、ちょっと冷たくしてみようかな。お前は誰だお前、一体誰なんだ俺の飼ってるあの子なのか誰って何よ、失礼ね。でも私は誰でもないわ。あなたが私を望んだから、猫ちゃんではないあなたが私をお前って呼ぶ限り、私はお前よ。 猫ちゃんだね。えそれより私、子猫に見えてたのね。ええー、あなたにはそんなに可愛く映ってたのいやー、これどっちも見たいけどな。えー、えー、どういう意味だ猫ちゃんじゃやっぱりなかったんだ、もともと。どういう意味も何も、あなたはそう思いたかったんでしょう私、あなたにたくさん噛みついたわ。 でもあなたた嬉しそうにするの噛みついたまるで私の話なんか聞いてないみたいで聞いてるみたいで頭がくしゃくしゃになりそうだったの途中からはもう諦めたあなたは仕方ないからでも昨日突然あなたは私の声を聞いたわいやーこれはどっちも見た選択肢だと思うけどうーんえ うんこれも見たなあのあのあれはもう見れないのかあのさっきの選択肢のおくらいのやえーこれだってもう戻れないよねセール欲しかったなー、うん、怒ってるのかみたいな話がすると思うんですようん怒ってないわだって誰でもこんなことするのものしないと思うんだけどカニツイーターっていうのがたぶん無理やり連れてきて抵抗したってことなんじゃないのいや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 ー,や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 ーだいぶ不穏になりますね猫ちゃん見に行ったの じゃあ一回ちょっと理解を示してみます。お話わかりますよ。あなたも苦労してきたのね。私の言ってることが理解できたらきっと疲れてるわ。はい。ちょっと、おにやの子に同情されてしまいましたが、まあ、実際、ちょっともうちょっと理解を深めたい。幸せにしたいと思ってくれてるんでしょつまりは。絶対そんなことない。恨まれてでもおかしくない。 何私の、あれなんかまたまたまた。あれ気がつくと目の前の女は消えていて、俺は檻の前にしゃがみ込んでいた。目の前では小さな子猫が年季を立てているだけだ。今までの話していたと思っていたあれは一体あの女の言っていたことを思い出す。私の話は聞いてくれないなんて。でも、それって誰でもすることなのよ。 猫ちゃんの話を聞かないから女の子は猫ちゃんになりまし、戻りましたっていう流れいや、あの女がこの子猫だったりしてもだ。俺がこの子を愛していることに変わりない。そばにいたいと願うことの何がおかしいのか。離れたくないと思うことは自然じゃないか。俺の思いに嘘偽りはない。あ、起きたな。腹でも減ったか。彼女は答えない。 ただじっと俺を見て餌を待つ。それでもいい。俺はこれでいい。幸せな時間を作ってやれる。安全な家を用意してやれる。ご飯だって満足に用意してやれる。俺と彼女はこれでいい。これで幸せなのだから。はい。多分これでエンディングだと思います。うーん。 やっぱりそんな気がしてきた猫ちゃんじゃない人を家に連れ込んでいる。で、猫ちゃんぐらい、もう、癒される存在でいてほしくって、人じゃなくて猫ちゃんみたいに可愛いみたいに見えてるっていう感じなんでしょうね。うん、だいぶ歪んでますね。ちょっと気になる選択肢があるので、これからもう一回回収していきたいと思います。はい、というわけで、 ここまでたどり着いています。はい、あなたは誰ですか俺の飼っているあの子なのか誰って何を失礼ね。でも私は誰でもないわ。あなたが私を望んだから。あなたが私をお前って呼ぶ限り、私はお前よ。それより私、子猫に見えてたのね。あなたにはそんなに可愛く映っていたのお前は昔から可愛いよ。この後に及んでその話をするの変な人。気楽ね。 もっと私の話を聞いてよ。どういう意味だどういう意味も何もあなたはそう思いたかったんでしょう私あなたにたくさん噛みついたわ。でもあなたは嬉しそうにするの。まるで私の話なんか聞いてないみたいで、聞いてるみたいで頭がくしゃくしゃになりそうだったの。途中からはもう諦めた。あなたは仕方ないから。でもと昨日突然あなたは私の声を聞いたわ。はい。 こんな感じでしたね。昔からこの子は可愛かった。でもなぜか猫ちゃんに見えちゃってたんですね。そっか、これが私の回収したかった選択肢なのか。途中で事故った時はだいぶ絶望したけど。これはわからないでいいかな。それでいいわ。でも覚えておいて。あなたも私になるかもしれないってこと。 あなたも彼になるかもしれないってこと。彼と私、あなたって別よね多分。えなぁ、わかんないなぁ。うん。うん、幸せにしたいだと猫になって幸せになってほしいだと。あれなのかなわかる選んで、こっち選んだらまた変わるのかなぁ。それもちょっと回収した方がいい うーん。あ、すべて思い出したそういえば選んでないわよね。すべて思い出しました。すまなかった。俺はお前が好きで。好きで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 。でもお前は俺のことが好きじゃなかった。ええ、そうね。本当に仕方がない人。 好きになった私のことも忘れちゃうなんて。俺は、お前を幸せにしたかったんだよ。その気持ちだけでよかったし、少し違うわ。あなたは私で幸せになりたかったの。自分のためってことだよね。でも、あなた、あなたみたいな人珍しくないわ。みんな我慢してるだけなの。他人を思い通りに動かすのって難しいから。そうだな。 現に君は俺と一緒にいても幸せになってくれなかった。私にとってあなたは余計なお世話だっただけなの。余計なお世話っていうか閉じ込められてたんじゃないのそれだけなのが難しいわよね。好きって言ってくれたのも、可愛いと褒めてくれたのも嬉しかったわ。それだけでよかったのよ。それじゃあ、もう行くわ。うーん、結構、サバサバなのね、この、 この可愛い少女も、あ,あ、それじゃあね、うーん。これでオマンチスト実況終了になるわけですが、皆様どうだったでしょうか。グロい人間関係、もめちゃくちゃ感じたと思います。もう、もう一体どのぐらいの年月ね、彼女は監禁されてたんでしょう。 で主人公が、えー、女性が人間だったことを忘れてしまうくらいで、彼女もこんな風にすごい諦めてしまって無気力になってしまうくらい、長い時間この関係が続いてたんだなと思うとなかなかえぐいですよね。はい。とってもすごいゲームでした。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ロマンチストでした。